11月9日週刊仮想通貨ニュースです。はい、はい、ね、いろいろありましたね。おお、ね、はい、いろいろありました。アメリカの中間選挙もあり、ああ、ありました。そして仮想通貨界隈にも春がやってまいりました。多分ね、春がやってきた。今からこう現実は冬に行くけど、冬に行くけど仮想通貨、じゃあ春が来た、春が来た、来そう、来たぐらいの話。おお、いいじゃないですか。うん、うん、ですよ、ね、皆さんご存知の通りですけれども、はい、先週はね、うん、まずは XRP そして BCH ビットコインキャッシュですね、はいはいはい、のことからお伝えしたいんですけれども、その前に、うん、F コインについて、 FJ コインについてね、こちら出てますけれども、はい、うん、この間ですね、はい、仮想通貨ニュースの2本目で確かお伝えしたんですけれども、はい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 、これこちらあの購入をお勧めしているのはではありません、うん、あくまで、まあ、こういう取引所コインもあるよ、面白いよっていうようなことをお伝えした、はいはいはい、ということですね、うん、先週の水準から言うとですね、もう半値ぐらいになってますね今。あ、はい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 、0.005 なんで、うん、5ドルですね、 0.001 ドルだったんですよ。だからつまり先週の今頃思いっきり買ってたらですね、うん、半分になってるってことです。ああ、はい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 、うん、で、思いっきりこういうふうに、ん、これ4時間足なんですけれども、はい、5分足とかだとこういう感じでね、だいぶ動いてます、うん、で、はい、1時間足とかにするとこういう感じでね、もう底を作ってるようにも見えるので、うん、割といいかなとも思うんですけれども、はい、ありえんぐらいのところで差し値置いとった方が面白いかなと僕は思ってますね。 0.002 とかでね、だいぶ下でね、例えばね、うん、ぐらいで考えておけばいいと思います、はい、あくまでご紹介ということで皆さん買いに走らんといてくださいね、はい、まあ投資はね自己責任ですからね。自己責任ですけども、あの紹介した責任っていうものがあるんで、というのもね、はい、Twitter で結構なんか FJ コインがいいみたいなことを言い始め決められてまして、ほうほうほう、前から言ってましたけれども、うん、結構活況に言い始められてるんで、はい、なんか臭いなと。あ、逆にね、逆にね、うんうん、そのインフルエンサーを使って、うん、とりあえずかわしてみたいなことが行われてるのかな、はいはいはい、キャンペーン行われてるのかなっていうのも、うん、この業界ありますんで、はいはいはい、そういう時はですね、まあ、ちょっと見守る、うん、まあ、言ってもたら言ってもたでみたいな考え方でおることが大事かなと思います、はいはい、まあ、先週も七福士さんの基本的なスタンスとしては、うん、こう副コインがたまにあるんで仕込んどいたらいいっていう話でしたね。そうです、そうです、うん、何も全力買いするとかじゃなくて、うん、ちょっとまあ分散していろいろ買っといて、うん、拭いたら買う、売ったらええやんっていうノリ の話です、ね、そうですね、はい、その延長の話です、はい、もちろん逆差し値、うん、でロスカットも置いとくと、そうですね、はい、いうのが大事です。はい、あとはもう一個だけ、あと僕いつも言いますけど、ツイッターで流行ってる情報全部逆に言った方がいいですよ。あ、なるほどね。ツイッターって初心者の集まりでしょ、はい、投資家の中では。まあ大概そうですね、うん、だそこで上がるって言われてる時は下がりますし、あ、なるほど、で逆にもうダメって言う時はもしかしたら悲観の中でこう嘘が生まれてるかもしれない、うんうんうん、ああ、なるほどね、僕はいつも言ってるように大衆があれもかビットコインやないないやって言い出した時が一番売り時ですし、うんうんうん、みんなが悲観しだした時が一番買い時なんで、あ、なるほど、その代表が今の SNS ってツイッターだと思います。ああ、なるほどね、はい、じゃあツイッターの情報を集めてみて、うん、このポジティブが多い時はネガティブに言ってみるとか、そっちの方に基本スタンスでは考えた方がどっちかっていうといいし、 もっと言うとツイッターで情報集めた方がいいですけど、ね、あ、なるほどねチャートだけで、うんうん、チャートと対話した方がいいということですね。そうそう、誰が当たってツイートしてるか分かんないでしょ、基本。そうですね、うんうん、そうやそうや、うんうん、本人かどうかも分からへんしね、ツイッターの方がね、うん、というわけで、はい、BCH、XRP もう4分だった今日やること多いんだよねBCH はですね、ビットコインキャッシュですね、はい、その前にちょっと、あ、ちゃんと、ちゃんかその前に一応ね、はい、あの DJI 先生ですよ、あ、ニューヨークダウですね、はい、ニューヨークダウ、はい、3日足ですけれども、3日足、はい、またま、あれですね、前ですけど、ちょうど日足といい感じ、そう、いい感じに見れるんで、日足と週足の真ん中あたりでね、はい、で中間選挙ありまして、うん、まあ、ちょっと心配されてたんですけれども、はい、全く変わらずですね、うん、思いっきり100日の移動、3日で300本の移動平均線ではい、はい、思いっきり反発してきましたという感じですね、うん、はい、次 SPX ですけれども、S&P500 ですねこれもスコーンと帰っていってます、3日足じゃないけどね、日足ぐらいで帰っていってるのかな、まあ、これサブの方の雑談でも言いましたけど、結局中間選挙どうなろうとあんまり株価に影響ないと、うん、僕言った通り、そうですね、まあ、影響はなかったかな、影響ないどころか思いっきり全戻しって感じですよね、ほぼ
この先 ね, う, ね、はい、うん、まあね、どっちかというとトランプさんピンチって言われたのが 思ったより良かったっていう感じなんだよね、うんうん、どちらか、まあ、下院は負けましたけど上院勝ったんで、うんうん、結局、まあ、ねじれてるけど、うん、まあまあまあ上院の方がどっちかというと優位というか、まあ、強いって言ったらあれですけど、うんうんうん、影響力憲法的には上なん、ね、上と言ってもまたあれか上院だけにねっていう感じでしょ、うん、衆議院みたいなもんかな。なるほどなるほど、うん、次ですね、はい、まあ、韓国どうなる韓国と思ってたんですけれども、はい、そのままダダダッと崩れてはいかずですね、うん、今のところ帰ってきてます、はい、というような感じで、まあ、超危険っていうところから今のところちょっと一安心というような、うん、はい、まあ、まだまだ低いですけどね、うんうん、そういう水準ですけれども、まあ、帰ってきてるというところになってます、はい、日経はご存知の通りですけれども、うん、長期のフィボナッチからですね、はい、23.6% のところでまた帰っていってますという感じですね、うんうんうん、はい、やっと行きましょう XRP、 おー、はいはい、BCH から行きましょうか。どっちやねんビットコインキャッシュですね。はい、ビットコインキャッシュです。こっちはこれは120足ってこと120の、120分です。これはあ、分か、分ね、うん、うん、だから2時間足ですね、はいはいはい、2時間足なのでここから言うとですね、まあ大体5日程度、はい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 、4日ぐらいで 52% アップというような爆上げを演じましたということですね、うん、はい、大体ハードフォーク前は上がっていくんですけれども、はい、もしかしてまあコインが付与されるかもというか、そっちの方がまあ、可能性が高まってきたんで、おお、サトシを、うん、サトシです。サトシもらえるんですね。ビットコインサトシだったり、そうそう、サトシバージョン、ああ、サトシバージョン、うんうん、俺がサトシだっていうクレイブさん、サトシビジョンじゃなかったっけ、サトシビジョンだBSV BSV かな、うんうんうん、なんかそんな感じのやつそうですそうです、うん、でこれはですね、はい、2日にバイナンスですね、うん、あとその後コインベースなどが、はい、大手がどんどんこのハードフォーク対応を発表したからです。なるほど。ハードフォークなんですけれども、はい、日本時間の11月16日深夜2時、はいはいはい、ということで、まあ、それまでに欲しい人はビットコインキャッシュを買って、うん、バイナンスとかにビットコインキャッシュ入れといたら、はい、まあ、ハードフォークしたらもらえると、対応しているところに入れておけばもらえるということですね。もらえるということですね、うん、まあ、また、うん、なんか出てくるんですね、うんまあ、これがちゃんと受け入れられて、うん、マイナーがちゃんと掘って、はい、というようなことがないと、うん、まあ、意味がないんですけれども、ハードフォークしない可能性もまだあるみたいなんですよ。まだあるって、まだ、まだ1週間切ってんのにまだあるまだあるらしいんですよそんな多いですかねまだあるんや。そう、でもそのクレイブさんとロジャーさんとかはものすごい喧嘩してるんですよね、うん、はいはい、うん、もうファッキューとか言ってます言葉汚いですね最近の SNS 界隈は。そうそうそう、なんかロジャーさんとかはもう40歳の男性がビジネス上で使う言葉じゃないだろうみたいな普通のツッコミを入れてますね。なるほどなるほど、くたばれみたいな言ってますね、まあ、そんなんケンケンガクガクやってますけれども、うんうん、でですね、イリップルも上げてきました、うん、はい、うん、最近久しぶりに聞いたこのコーナー、リップルっていう名前自体は。あ、そうですか。今週のリップルやろうかなと思ってたんですけれども、やることが多すぎてやめました上昇起点となったのは11月4日あたりですね、はい、でここからですね、わずかもう2日ぐらいの間で、はい、何パーセントぐらい、 20% ぐらいアップしたんかな。お、 0.45 ドルからですね、はい、0.55 ドルぐらいまで、うん、57ドルぐらいまでバカーンと上げたということですね、はい、でそこからですね、この上げをフィボナッチリトレースメントでいう 61.8% まで押して、うん、そこからですね 38.2% まで、反発し、はい、そこからまた、どうするみたいな感じになってますね。なるほど、うん、こっからはどうなるのかな。この2つの通貨がですね、うん、仮想通貨界を牽引したと言っても過言ではないんじゃないかなと思いますね。持てた、うん、え、モテた、大量にモテたでしょ。いい、まあまあガチ法文はもちろんある、ありますよめっちゃにやけてるよ。いやいや、にやけてないよだから今週珍しく撮影の3日前に台本送られてきた。違う違う違う嬉しすぎたからちゃうちゃうあ、はい、たまには早い方がいいかなと思ってねうんうん、そうそう、値段上がるとなんか台本早くなる。違います違いますよでですね、はい、ファンダメンタル材料としてですね、うん、韓国の仮想通貨取引所の取引高がかなり爆上げしてると、はい、増加してると。韓国で、おお、うん、はいはい、であとですね、ビットフューリー、うん、
っていう会社なんですけれども、うん、こちらですね、はい、まあ、マイニング機器とか、はい、こういう実際マイニングしたりとか、うん、そういうことをしている会社ですけれども、ここがですね90億円の新規調達達成したと、はい、いうことで、でなんかいいニュースが結構たくさんありました。でビッサムとアップビットがですね、はい、韓国だけじゃなくて世界の取引所でトップ10入りしてるんですよ今。ほうほう。でそこの取引高がめちゃめちゃ増えたっていうことで、はい、まあ、投資家の、うん、他の世界中の投資家のプラスになってですね、はい、またキムチプレミアムやんみたいな、お怒るんかみたいなぐらいの話ですね。2017年それあったんで、ありましたね、うん、そういう感じで、まあ、上昇トレンド戻ってきたんじゃないかというような感じになりましたということですね。やっぱ韓国の株式低迷してるとか経済的なアルカビットコイン流れてるって感じだったかな。かもしれないですね。うーん、ある程度あるでしょうね。はあはあ、うん、株もあかんから仮想通貨行こうかというような感じになってるのかもしれないですね。あ、ちなみにですね、うん、ダッシュもバーンと上げました、ね、ダッシュ、おー、ダッシュ、はい、久しぶりにダッシュですけれども、うんうん、こちらもですね、まあ、半分ぐらい、半年ぐらいは押してますけれども、うん、まあ、ベネズエラとこで、ものすごい人気。ベネズエラで人気、まあ、前も言いましたよね、はいはいはい、うん、ベネズエラでも人気なので、ベネズエラはその通貨自体が成り立ってないから、うんうん、仮想通貨に逃げてるという動きなんでしょうかね。と、やっぱ安いし、うん、で、ダッシュって匿名系通貨なんで、はい、なんか、ベネズエラっぽいよね。分からんけど、なんかダッシュはその南米とか頑張ってるみたいです、うん、キャンペーンも、ね、うん、ちなみにですね、うん、中間選挙なんですけれども、はいはい、アメリカのね、アメリカのね、うん、で民主党都市近郊の女子票に、女性票に狙いを定めた作戦が功を奏し、うん、ということで下院の過半数奪還、はい、ということですね。で共和党は上院の予想通りで過半数を維持したということなんですけれども、うん、オーガでこれ予想されてました。ああの投票できるやつ、そうです、そうです、みんなでオーガで投票しようぜっていうやつね、はい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 、あれによると、うん、過半数獲得するのは上院は 90% の確率、はい、で下院はですね、うん、66% が民主党になるだろうというような、うん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 、もうすでに未来予測がオーガで出てたっていうことですね。あ、上院の 90% は共和党ですね。そうそうそう、はいはいはい、と、うん、いうことで、はい、まあ、そういうのにも使われているよっていうことですね。なるほど、うん、そういう使い方されてるんですね。あ、もうそういう使い方はめちゃめちゃされてます。うん、うん、あのサッカーとかでもですね、はい、どこが優勝するとか、あ、はいはいはい、うん、それ外してるんですけどね。もちろん外すこともあるけど、はいはいはい、やっぱりその結構民意が反映されるっていうふうにも言いますよね、うんうん、こういう選挙とか特にね。そうですね、うんうん、やっと BTC 行きましょうか。先週の振り返りですけれども、先週はね、うん、1日ですね、1日、はいはい、ここら辺ですわ、うん、でですね、まあ、一応を、うん、選手はここからですね、うん、持ち合ってるけど冷やしにしておきましょうか。こうでした、はい、11月1日ですね、で、うん、これファイニックスのチャートなんでちょっとまあ嘘も入ってると思うんですけれども、うん、でですね、ここの、うん、下ぶち抜いてったら気持ちいいかけど、うん、まあ、このサポートライン効くんじゃないかと、はい、で、まあ、望みとしてはですね、この下、うん、試しに行ってその後下もダダダと崩れていったら面白いねって言ってたんですけれども、はい、結局ここのサポートをなんとなく抜けてこういう風にだんだんとちょっと乗っていくんじゃないかみたいなことを言ってたんですね、うん、で、まあ、結局ここのサポートライン効くっていう想定でロング入れていった方がリスクリワード的にいいよと、はいはいはい、うん、言ってたんで、うん、一応的中と、お、的中と言わせていただきます、はい、うん、で、オン OK、いや違います、利益です、利益、もう長渕さんの利益って数千万円ですもんね。いや利益、そんくらい稼いだ時はもうふんぞり変えときますわ、こうやって。台本だから早かったよな。違うでですね、価格に影響あったニュースとしては、はい、まあ、テザー絡みがね2件ぐらいありました。また出てきた。でまた出てきた。一つはですね、うん、これ4時間足ですけれども、はい、2日ここですね、うん、テザーがバハマの、バハマ、はい、バハマのデルテック銀行と提携して18億ドルの口座を開設と、うん、ほう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 、うん、これでまあその銀行がそのお金を精査して、うん、はい、監査するみたいなことになったんで、うん、ちょっと若干安心感が漂い、はい、で価格は上昇に転じたと
というふうに言われています。バハマやバハマバハマバハマだけまあいいやはい何言おうとしたらしかし、うん、4日ですね、はい、ここにはコインマーケットキャップさんの影響なんですけれども、テザー価格がなんか暴落したような表示になったらしくて、はいはい、はい、うん、でテザーからの逃避で BTC 暴騰とほうほうほういうことになりました。これコインマーケットキャップさんが先なのか、うん、テザーが落ちたのが先なのかがちょっと分かんないんですけども、うん、前みたいなことが起こったということですね、結果的には。テザーが下がったと、うんうん、本来価格が動いたらあかんはずのテザーが下がったから、うん、そう逃げら資金逃避でビットコイン買われたそうです、ね、約 4% 下落したそうです。おなので、まあ、テザー持ってるだけで96万円になる、100万円持ってたら96万円になっちゃったっていう話なので、うん、はいはい、これ以上いったらやばいということで、うん、そこからですねアルトとか、はい、今回は BTC だけじゃなくて他の通貨も上がったんですけれども、うんうん、流れていったということですね。なるほど、うん、まあ、その影響でイーサ、うん、ビットコインキャッシュ、はい、リップル、あとダッシュ、うん、などメジャーなアルトコインも上げていったというふうに言われています。はい、うん、でですね7日、うん、ここら辺ですね、うん、ディルテックバンクに、うん、十分な準備金を預けていると発表しましたけれども、はいはい、デルテックがですね、うん、マネーロンダリに関与した疑いが浮上しました。はい、うん、まあ、別件でね。別件で別件で、はい、うん、うんうん、なので、うん、まあ、結局ですね、これはブラジルのインフラ企業の偉いさんが、うん、なんか贈収賄の疑いで捜査されたんですね、はい、うん、で最終的な資金の資金洗浄されて、最終的な行き先がデルテック銀行やったんじゃないかっていうことで今捜査中です、うんうん、でそこにテザーもお金入れてたからなんかちょっと怪しいというか、怪しいというかそんな黒い銀行に何入れとんねんとなるほど、うん、そバハマやし、そう悪いことしてるんちゃうかというふうに、うん、まあ、言われてしゃあないですよね、はい、こちらの記事ですけれども、うん、国際的な贈収賄のケースで史上最大というような事件に関わってちゃったということですねまだ捜査中ですけれども、はいはいはい、うんうん、史上最大のつまりもう贈収賄事件に関わっちゃってる銀行、はい、うん、まあ、それでも約28億円なんですけどね、うん、でブラジルは今とりあえず捜査中ってことですよ。ブラジルがバハマと連携してね、はい、うんうんうん、まあ、つまりですねもうかなり、まあ、ステーブルどころかですね、うん、超不安要素、はい、超不安要素のテザーになってますって話ですね。なるほど、うん、やっと準備金用意したと思ったら、うんうん、ちょっと黒かった銀行に預けてた。そう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 、うん、なんかもうどこでも契約できちゃうよねこんな黒でですね、うん、やっとこのチャートを見ていきましょう。はい、うん、これさっきも言いましたけれども4時間足です。この三角ですね、うん、もう年初来からずっと続いてるこれは、はい、下降のトレンドラインですね、うん、でここから引ける31日から引けるですね4時間足のこの短期のトレンドライン、はい、うん、これにですね今のところ一応従っていってました、はい、でそこをですね下にちょっと割れたんですけれども、うん、うん、まあ、ほぼですねこっからの下落10月中旬からの下落を全戻ししたという形ですね、うんうんうん、そこからまあ調整が入ってます。はい、でどこまで調整するかなっていう感じなんですけれども、とりあえずはですね、うん、この長期の下降のトレンドライン、はい、これはブレイクしたというふうに言えると思います。おうおう、長かったですね。長かったな。長かったですけれども、うん、まあ、ブレイクっていうほどなんか気持ちいいもんじゃないですけどね。勢いないですね。全然勢いないなこれはなんかずっと置いたら超えちゃったみたいな、うん、そうそうそうなんかそんなにね、うん、買い圧力は確かに強まってきてます。はい。なんでかというと、この下値が切り上げてきてるんでね。こっから見ても、こっから見ても、下値ずっと切り上げてきてるんで、はい。買いの圧力っていうのは高まってきてるというふうに言えると思います。うん、今週も、ね、ニュースいろいろありますけれども、はい。ポジティブなニュースが多いですね、やっぱり。おー、うん、春が来たね。春が来て、春を演出か。春が来たのかっていうところなんですけれども、はい、うん、とりあえず上にブレイクしてきたというふうに言えると思いますね、はい、でぶっ飛ぶことなくですね、うん、おそらくは今ねこちらの9月の下げですね、はい、これを1としてなんですけれども、うん、38.2% のところで
反発して帰っていってるというところです。ここですね、そうです、はい、で6600はですね、うん、こんな感じでここら辺もです、あここら辺はないか、こっち、うん、ここで、まあ、レジスタンスとして働いてたラインですね、うん、でここら辺でもちょっと持ち合ってて、はい、ここら辺でもレジスタンスになってる、ここもデモになってますねというようなラインで、まあ、結構重要なラインなんですよ、はい、でここを、まあ、抜けていけん限りはですね上昇トレンドになったとは言いにくい、うん、なるほどというふうに言えると思います。ただ移動平均線にしっかりですね、うん、まあ、いろんなレジスタンスがこの上には存在します。売り圧力はかなりでかいというふうには思います、はい、だから、うん、今買い圧力が高まってきてもやっぱり上に行ききれずにロスカット利確が入って横ばいになっちゃってるんじゃないかというふうに思いますね。でもうちょっとこのピンクのラインですね、うん、これはもうちょっと長いこと引けるラインなんですけれども、ここら辺からこれだいぶ前から引いてるラインですね多分ね。ああほんまですね。これね、これここですね、9月、去年の9月から引いてる一応ラインなんですけれども、うん、まあ、これが効いてるかどうか、まあ、今から見ていかないとわからないんですけれども、一応ねなんか効いてるっぽいんですよね僕の中では。ここで効いてる、うんうん、でここでレジになってる、はい、でここでこれに、ね、このピンク色のトレンドラインにですね、うん、まあ、今また乗ってきてるんじゃないかというふうにも見えるわけですね、はい、うん、でここをブレイクして次に下に行くとしたらですね、こっちですね、はい、これこの青いトレンドラインは長期の、うん、過去のトレンドラインの上です、はい、でこれをもし下に突破できたらですけれども、うん、次は6300フィボナッチで、あ、じゃあその上にフィボナッチの6400あたりがあるんですね、はい、ここあたりも雲とかもありますし、4時間足ですけれども、うんうん、まあ、反発する可能性もあります。今4時間足レベルでですね、はい、結構このラインが効いてるなというような観測ができてますんで、うん、はい、4時間足で見ていった方がいいかもしれないですね、うんうんうん、ある程度その時のメインプレイヤーみたいなのが、はい、多分いると思うんで、うん、今は4時間足見てる人が多いのかなっていうふうに思ってます、はいはい、まあ、どうなるかと言いますとですね、うん、まあ、長期的な観測日足とかで見ると全く見方は僕変わってないですね基本的に、まあ、このまま上に行ってくれたらいいんですけれども、はい、こんなんですよこんな、うん、まあ、このちょびっとで上昇トレンドに転じたって言えるか、言えないまあねですね、うん、まあ、こっからですねもう一回三角この赤の圏内に戻っていっても全然おかしくないというような形にはなってます、はいはい、ただこれがですねもしかして、うん、まあ、みんな不安の中にいる会議の中にいる、うん、あのエリオットの1波2波途中形成中というふうにも見れるわけですね。ほうほうほう、ここら辺で止まれば、うんうん、もう1回3波となってもしかしてこの6600鬼門ですね、うん、6600を超えていけるんじゃないかというふうに思ってます、うん、はい、上昇のシナリオとしてはそれですね、うん、そしてこの6600からですね下を行くとしても6100ぐらいですね、とりあえず6100のあたり、はい、ここの9月来の安値、うん、ここのボックスを行ったり来たり、はいはいはい、この中ではもう何が起こってもおかしくないというような、うんうん、展開になると思います。ここで横ばいにずっと、横ばいっていうか、まあ、500ドル差あるけどね、500ドルの中の、うん、なんかレンジで動くのか、はい、まあ、どっちか何回かチャレンジしてぶち破っていくのか、うん、なんか事件を起こすのか、はい、みたいな感じやと思ってます、はい、でどっちか言うとですね、うん、うん、この青を割るまで、はい、下にブレイクするまでは、うん、この下向きのトレンドラインね、はい、今はだからサポートラインになると思うんですけれども、サポート点からね、そうですね、レジスタンスやったのがサポートになると思うんですけれども、うん、ここを割るまではですね、うん、まあ、2波と考えても悪くはないというふうに思ってます。なので、はい、ここピンク色、うん、そして緑、うん、価格用か6400、6500あたり、はい、6400あたり、うん、で他にもいろいろあると思いますよ、はい、あるけどで6200あたりか、うん、ぐらいでこのラインをですね根拠にロングでエントリーしていった方が、うん、一応ねこの短いとはいえここは上昇と言えますんで、はい、その方が、まあ、期待値の高いトレードができるんではないかと思います、うん、もちろん、はい、線を根拠に、エントリーしているので線を割ったらすぐにロスカット、うん、はい、というような感じでトレードしていけばいいんじゃないかと思いますね。なるほど、はい、
すいません、長くなりましたね結局ね15分倍やってる倍やってる皆さん、あの早送りで見てください神尾 TV は 1.25 倍速でということで、はい、もしかして春が来た、もしかして土の中からこう、うん、なんかあの芽が出てきた、芽がちょびっと出てきたみたいな、あ、はいはいはい、あれなんか盛り上がってきたね、土が、おっていうところですね。まだ双葉とかも開いてない雪をかき分け、そうそうそう、ちょっと芽が出てきたんちゃうかと、そう、ワクワクするワクワクする今週でした。なるほど、はい、はい、というわけでね、うん、次はですね、うん、いろいろね、まだまだお伝えしなきゃいけないこの春の兆しいっぱいあるんですよ。はい、そうですね、はい、もう中央銀行とかの動きもいろいろありますし、もうなんか企業とかも決算出て、うん、なんかわーいってなってますし、はい、いろいろあるんでそこら辺をね、はい、お届けしたいと思います。はい、はい、ではね、ちょっと春が来たということで、しかもなずーっと言ってたこの三角持ち合い、ついにまあ言うたら一応ブレイクしたので、そうですね、一応ね、ちっちゃいけど一応ね動きが出たということなんで、うん、ちょっとますます見逃せない情報をお届けしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方お願いいたします。メルマガと LINE アットやっていますので、ぜひこちらもご登録ください。あとぜひいいねボタンもよろしくお願いします。お願いします。この動画いいと思われた方はぜひ Twitter などでシェアの方もお願いいたします。と同時にこの動画の説明や Twitter、Facebook のリンクも貼っていますので、ぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。